平田勝夫は、長崎県松浦市出身の元プロ野球選手、コーチ。2019年より、阪神タイガース二軍監督。野球解説者時代の2012年から、芦ア屋ア大学の客員教授を務めた。海星高校時代は、二年生で遊撃手のレギュラーとなり、一年先輩の高投手、坂井慶一を要して1976年夏の甲子園大会に出場した。 準決勝に進むが、PL 学園に延長11回の熱戦の末に敗れた。翌1977年にも首相として春の選抜に出場したが、くじを引き当てて開会式の選手宣誓を行っている。2回戦で中村高の山沖幸彦投手に抑えられ敗退した。卒業後は明治大学に進み、当時の野球部監督、島岡義郎の指導を受けた。 東京六大学野球リーグでは在学中4回優勝し、全日本大学野球選手権大会で3回、明治神宮野球大会でも1979年に優勝した。リーグ通算83試合で307打数96安打、打率313日本塁打、39打点、ベスト内に4回。大学時代から、 犠牲バントの技術があり、1980年から2年連続出場した日米大学野球では解説者に平田のバントは100発100中と紹介されていた。大学同期には AS の森岡真一らがいる。なお、4年時の大学選手権優勝以来同校はこの大会でのタイトルから遠ざかっていたが2019年に優勝すると当時1年生であった。 前場達也監督がインタビューで平田を含む当時のメンバー9人の名前を挙げた。1981年のドラフト2位で横浜太陽ホエールズと阪神タイガースの重複指名の結果、9時を引き当てた阪神に入団した。当時の平田は非力な打撃から明大の島岡監督はプロに入っても成功しないと考えていた。平田も 島岡の考えに従い社会人野球へ進むことを決めており、入団交渉の際も別室で控え、島岡に交渉を任せていた。島岡は阪神側に平田はプロには行かせないと断りを入れる。しかし、阪神の安藤元大新監督が、六大学時代は島岡さんによくやられましたなどとしきりに持ち上げたことに、機嫌を良くした島岡は、 別室に控えさせていた平田を呼び、お前、阪神に行けとその場で命令したと平田本人が後に語っている。当時、阪神の遊撃レギュラーは、真ゆみ秋信だったが、1983年5月に故障したことで、後継として遊撃手に定着する。復帰後の真ゆみは、岡田秋信の故障で開いた二類手に回った。同年は83試合に先発出場。 1984年には、規定打席に達し、同年から1987年まで、ダイヤモンドグラブ賞、ゴールデングラブ賞を獲得し、守備の名手として活躍した。阪神が21年ぶりのセリーグ制覇、そして初の日本一に輝いた1985年には、打撃も好調で、7番打者ながら50打点以上をマークした。また、 同年10月10日の対ヤクルトスワローズ戦でプロ初、野球人生初の満塁ホームランを放っている。1988年に村山実監督が就任し、遊撃手のレギュラーは和田豊となり、主に控えとなった。以降は、出場試合数が100試合を切ったが、守備力とバントの技術で貴重な控えとして貢献した。1994年に現役引退。 10月1日の対広島東洋カップ戦が引退試合となり、2番遊撃で先発出場。現役最終打席は中村勝博監督から振ってこいと送り出されるも、平田自身の判断による送りバントであった。現役時代は中西清樹、平田、木戸勝彦の3人で NHK トリオと呼ばれていた。引退後は毎日放送解説者。 スポーツ日本評論家を経て、1997年に一軍内野守備コーチとして阪神に復帰。1999年から2000年は一軍守備コーチ、2001年には一軍守備、走塁コーチを務めた。コーチ時代も常に大声のムードメーカーで、指導は厳しく楽しくがモットーであった。2002年、大学の先輩である、 星野千一監督就任を機に、監督専属候補及び専属運転手に就任した。その際、送迎車のナンバープレートの数字を、千一などいろいろ考えた末に、731にして、星野監督に、なんで731なんだと聞かれ、僕の誕生日ですと答えて、星野監督に怒られかけた。星野が監督を優退した2004年からは、 岡田明信の下で一軍ヘッドコーチとして現場復帰した。2005年9月7日の中日ドラゴンズ戦では9回裏本類のクロスプレーでの微妙な判定に対し、急進の切った加圧紙を突き飛ばして退場処分を受けた。2006年10月には二軍監督に配置転換となり、2010年には4年ぶりのウエスタンリーグ優勝を果たしたがシーズン終了後退団した。 2011年シーズンより毎日放送解説者、スポーツ日本評論家に復帰した。復帰後の初仕事は、東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任した星野へのインタビューだった。2012年には、野球解説、評論活動と並行しながら、アシア学園スポーツモダニズムプロジェクトのメンバーに、招聘され、同年4月からは、 同学園が運営するアシア大学の客員教授に就任した。阪神球団は同年10月12日に2013年から平田をに軍監督へ復帰させることを発表した。平田にとっては2シーズンぶりの現場復帰になる。2015年は1軍ヘッドコーチ、2016年シーズンより1軍チーフ圏守備総類コーチ、2019年からは軍監督。 2019年6月14日、13日のオリックス戦で選手交代の通告を怠ったとして、斉藤厚子ミッショナーから厳重注意が下された。2021年、自身の指揮する2軍が7月30日の対、オリックス戦から9月5日の対中日戦にかけて引き分けを挟んだ16連勝を達成し、1999年に、 読売ジャイアンツ2軍が達成した15連勝を上回るファーム日本新記録を樹立した。非力ではあるものもギダなどの小技と勝負強さを兼ね備えた打撃と堅実な守備が武器。1987年まで遊撃のレギュラーとして4年連続でゴールデングラブ賞に輝き、その後は貴重な控え選手としてチームを支えた。学生時代は 試験勉強やレポートの提出はおろそかにしていたが、当時、明大教授であった、栗本慎一郎が後に、レポートの文章に、一時一句参考書を会書で、書き写してきたのは平田だけだ。本来はこういう参考書をそのまま書き写したり、模写しただけの学生には、単位はやらないが、平田の貴重面差に免じて、単位を出したと語るほど繊細な一面もある。この話は、 試験期間が近づくと、毎年のように栗本が講義で話していた。ミッキーマウスに似ていることと、明るく外交的な性格から、ミッキーの愛称を取り、常に阪神ベンチのムードメーカーだった。2005年のセリーグ優勝時のビールかけの時には、金本智明の誘いに乗り、壇上に挨拶に上がった、岡田監督に対し、よ岡田、と異性よく、 呼び捨てにするということもあった。このビールかけの際には、日本一になったら、俺を胴上げしてくれ。と、高らかに叫んだが、その後の日本シリーズで千葉ロッテマリーンズに敗退したため、叶うことはなかった。MBS ラジオの野球解説者に復帰した後も、同局のプロ野球中継で、阪神戦の解説を務める場合には、帰ってきたお祭り男というキャッチフレーズが、付けられている。 テレビラジオ、ありがとうございます。